IMP が語る音楽への熱い思い TikTok や YouTube などの SNS プラットフォームを積極的に活用しファンとのコミュニケーションを大切にしている姿勢が彼らの急速な成長を支えています IMP という新進気鋭のグループはファンの間で瞬く間に人気を集めその魅力はただ単に音楽やダンスにとどまらずメンバー同士の掛け合いやファンとの深い絆に根ざしています 特に TikTok や YouTube などの SNS プラットフォームを積極的に活用し、ファンとのコミュニケーションを大切にしている姿勢が、彼らの急速な成長を支えています。ここで注目すべきは、IMP がどのようにしてファンとの深い関係を築き、どのようにしてその魅力を発信し続けているのかという点です。グループの活動を追うことで、エンターテインメントの新しい形やファン文化の変遷が垣間見えます。最近、 彼らが公開した、バムブーという楽曲のミュージックビデオは、SNS 上で多くの反響を呼び、特にファンが盛り上がっているのは、パフォーマンスの合間に見せるメンバーの自然体な笑顔や、踊っている時の真剣さとのギャップです。ファンは、IMP のメンバーがパフォーマンス中に見せる圧倒的なスキルだけでなく、その舞台裏やオフショットにも魅了されているのです。特に、ガチャと元の組み合わせで見せる仲の良さや、 パフォーマンスの最中にふとした瞬間に見せる微笑みが、ファンにとって癒しの時間となっているようです。このような親しみやすさは、現代のファン文化において極めて重要な要素となっています。IMP のメンバーはそれぞれ異なる個性を持ち、その多様性がファン層を広げています。例えば、鈴木大河のクールな佇まいと時折見せるおちゃめな一面は、ファンの心を捉えています。また、 本井俊介のパフォーマンスに対する真摯な姿勢や舞台裏でのリーダーシップも多くのファンから高く評価されています。このように各メンバーがそれぞれの魅力を発揮することで IMP はグループ全体としての調和を保ちながらもファン一人一人にとって推しの存在が確立されるという強みを持っています。ファンが自分の推しを応援することでより深い絆が生まれその結果 グループ全体のの人気が加速しているのですまた IMP のファンとの関わり方にはいくつかの興味深い特徴があります一つは SNS を通じてのコミュニケーションが非常に頻繁であることです特に TikTok や Instagram ではメンバーが日常の些細いな瞬間をシェアしたりファンからのコメントにリアクションをしたりすることでより親密な関係が築かれていますこれは 従来のアイドルグループの一方的な発信とは異なり、双方向のやり取りが可能なプラットフォームならではの強みです。このような交流が、ファンにとって、自分もこのグループの一部である、という感覚を生み出しており、これがファンのロイヤルティを強化しています。IMP の活動におけるもう一つのポイントは、彼らの楽曲やパフォーマンスに込められたメッセージ性です。バムブーなどの楽曲では、 軽快なリズムや明るいメロディーが特徴的であり、日常のストレスや悩みから解放されるような気持ちにさせてくれると多くのファンが語っています。このような楽曲は、エンターテインメント業界におけるトレンドを反映しつつも、IMP 独自のスタイルを確立しています。音楽そのものだけでなく、その音楽を通じてファンが感じるポジティブなエネルギーや、メンバーのパフォーマンスに込められた情熱が、 ファンを引きつけ続け続るる要因となっているのですさらに IMP の成功の背景には彼らがただのアイドルではなくアーティストとしての一面も持っていることが挙げられます彼らは自らの楽曲制作に関わり振り付けにも積極的に参加していますこのようなクリエイティブな取り組みが彼らのアーティスティックな側面を強調し音楽ファンからの評価も高めています IMP のメンバーが単に与えられた曲を歌い踊るだけでなく、自分たちのアイデアや感性を反映させることで、より深い感情的なつながりをファンと共有することができるのです。ファンにとっては、彼らの成長や挑戦を共に体験することで、応援する意義が増していくのです。また、IMP の活動は、ファンの生活にポジティブな影響を与えているとも言えます。例えば、ファンの中には、 彼らの楽曲やメッセージに励まされ、日々のストレスやプレッシャーから解放されるという声が多く見受けられます。特に、バムブーのミュージックビデオで見せた、楽しげなダンスやメンバーの笑顔は、視聴者にとって大きな癒しとなっています。彼らのパフォーマンスを通じて得られるこのポジティブな感情は、現代社会におけるファン文化の新しい価値観を象徴しています。すなわち、エンターテインメントは単なる娯楽の提供にとどまらず、 人々の日常生活において大きな影響を与える存在となっているのです。IMP の今後の展開についても、多くのファンが期待を寄せています。特に、2024年に予定されている新しいアルバムのリリースや、大規模なライブツアーが予想されており、これによってさらにファン層が拡大することが見込まれています。また、彼らの国際的な展開も注目されており、アジアやヨーロッパなど、 海外ファンとの交流が増えることで、グローバルなアーティストとしての地位を確立する可能性があります。これに伴い、SNS や YouTube を通じた情報発信もさらに活発化し、世界中のファンとより密接なつながりを持つことができるでしょう。とはいえ、IMP にとって最大の挑戦は、その急速な人気上昇とともに、どのようにして彼らの個性とグループとしての一体感を維持していくかという点です。 多くのアイドルグループが人気のピークを迎えた後、ファンとの関係性が希薄化したり、メンバー同士の方向性の違いが浮き彫りになったりすることがあります。しかし、IMP の強みは、メンバー全員がグループの未来について強いビジョンを持ち、そのビジョンを共有している点にあります。彼らは単なる一時的な流行にとどまることなく、長期的にファンに愛され続ける存在となるために、 自らのクリエイティビティをさらに磨き続けているのです。そのためには、IMP はこれからもファンとの交流を大切にしながら、時代の変化に対応していく必要があります。音楽業界は急速に進化しており、新しいテクノロジーやプラットフォームが次々と登場しています。IMP がこうした変化を取り入れ、柔軟に対応していくことで、さらなる飛躍が期待できるでしょう。例えば、 バーチャルリアリティや拡張現実を活用したライブパフォーマンスなど、これからの音楽シーンにおいては、デジタル技術を駆使した新しいエンターテインメントの形が求められるでしょう。IMP もこうしたテクノロジーを積極的に取り入れ、ファンに新しい体験を提供することで、さらにその魅力を高めていく可能性があります。例えば、バーチャルライブやファンが参加できるインタラクティブなパフォーマンスは、 これままで以上にファンととアーティストの距離を縮める手段となり得ますすでに SNS を駆使してファンとの密なコミュニケーションを行っている IMP にとってこうした新しいプラットフォームを活用することでさらに強い絆を築くことができるのではないでしょうかまた IMP のファンとの絆を強化するために彼らが特に大切にしているのはファンの声に耳を傾ける姿勢です SNS や YouTube でのコメントに丁寧にいられたり、ファンイベントで直接交流する機会を設けたりすることで、IMP は、ファンあっての自分たちという意識を常に持ち続けています。このような姿勢は、単にファンを、顧客として捉えるのではなく、彼らを一緒に歩むパートナーとして尊重することにつながり、ファンもその愛情に応える形で彼らを応援し続けるのです。現代のアイドル文化において、 この双方向のコミュニケーションは欠かせない要素となっており、IMP はその点で非常に先進的なアプローチをとっているといえます。さらに、彼らのパフォーマンスの質の高さもまた、ファンを引きつけ続ける重要な要素です。IMP のダンスや歌唱力は、メンバーそれぞれが持つ個々の才能だけでなく、日々の努力の成果でもあります。ファンが SNS で、 彼らのステップが美しい毎日 YouTube で見るのが楽しみとコメントするのもこのような高いプロ意識に基づくパフォーマンスがあるからこそですそしてそのパフォーマンスの裏には彼らがどれだけ真剣に自分たちの活動に取り組んでいるかが感じられファンにとっての誇りともなっています IMP のメンバーが個々の才能を発揮しながらもグループ全体としての一体感を大切にしている点は彼らの魅力をさらに高めているのです IMP のこれからの未来に対して多くのファンは大きな期待を寄せています。音楽業界は日々変化し、競争も激化する中で IMP がどのようにその地位を確立し続けるのかは大きな注目点です。しかし彼らが持つ強い絆とファンとの一体感、そして絶え間ない成長への挑戦がこれからも IMP を支える原動力となることでしょう。ファンが求めるものに真摯に向き合い、 その期待を超えるようなパフォーマンスや音楽を提供し続けることで IMP はさらに多くの人々に愛され長く支持される存在となるに違いありません。